い、どうも、テニちゃんのケイタです。今回も白子テニスフェスティバル、こちらは決勝トーナメントの準々決勝。ペアは元インカレ選手の先輩、お相手は普段たまに練習する方々なんですが、もうめちゃくちゃにうまいので、ぜひね、最後までご覧いただければと思います。それでは早速試合の方どうぞ。先輩サーブから始まります。先輩、強烈なフォアハンドでお相手の前衛を弾いていきました。ビティーンラブ。お互いストロークが深いですよね。難しいところを狙わせました。サーティーラブ。強烈なリターンですね。このフォアが本当にやばいです。サーティーフィフティーン。序盤から動き見せるのはいいですね。ただストレートを狙わせるのではなく、出てくるかもと思わせるのが大事です。サーティーオール。ここはボディへのサーブ、リターンを詰まらせることに成功しました。フォーティーサーティー。これは見事なダウンザライン、狭いところをきれいに通してきました。追いつかれてデュース。今のは良かったですね。相手がかなり上級者だとちゃんと足元に沈めてくるので、そこを読んで切り返すことができました。アドバンテージケータペア。ストロークの中で前を取って相手にプレッシャーをかけていきたいです。ゲームカウント1-0。ここはダブルフォルト。ラフ15。深いファーストボレーの後のこのドロップ、綺麗に決まりました。ラブサーティー。お相手のボレー角度がありますね。センターにももちろん打ってくるので、かなり読みにくいです。フィフティーンサーティー。ここ1本入れたいですね。2人で前に詰めれてたので、お相手としては美味しい形。サーティオール。強烈ですね。相手の前衛の動きを見て、ギリギリまで引きつけてストレートに流してきました。サーブレックポイント、サーティーフォーティー。前衛には捕まってしまったんですが、このボレーがジャストアウト。このブレイクは大きいですね。ゲームカウント2-0。ボレーが少しでも浮くとやられてしまうので、低めを意識してのこのミス。ラフ15。ここはフリーポイント。こういうショートポイントが増えると自分たちのペースが作れます。フィティーンオール。この高い打点での片手バック、難しいところなんですが、しっかりと引っ張っていきます。フィフティーンサディ。ケイタの体勢が崩れているのを見て、すかさず出てきます。さあ、ブレイクバックのピンチ。フィフティーンフォーティー。ナイスポッチですね。ファーストをボディに集めているので、前衛の先輩が動きやすいようにしてます。サーティフォーティー。さあ、ここちょっと危なかったですが、なんとか取り切りましたね。
さあ追いついてデュース、いや強烈ですね。あそこを通されちゃうとこちらが防戦一本になっちゃいます。再びブレイクポイント、これセンターにエース、再びディス、このストレートを先輩がシャッターと、正直ストローク勝負になると分が悪いのでここは助かりました。アドバンテージケータペア、さあここもなんとか取り切りましたね。第3ゲームキープに成功、ゲームカウント 3-0。 お相手ボレーの処理がうまいですね。足元へのファーストボレーも強烈なダウンザラインもしっかりとさばいてきました。フィフティーンラブ、いいですね。お相手が前に詰めてくるのは分かってたので綺麗に上を抜くことができました。フィフティーンオール、この処理甘いですね。こういうポイント減らしていかないと飲まれちゃいますね。サーティーフィフティーン、これは先輩ナイスキャッチですね。美味しいところだけをしっかりいただきました。サーティオール、うん、惜しいですね。入っていればというところ、逆を突くことはできてました。オーティーサーティー、これも少しイージーですね。またちょっと足元を意識しすぎました。ゲームカウント 3-1、このボールがわずかにアウト、しかし前衛の動きはしっかり見えてますね。ラン15、さあお互いに深いストロークからのこのドロップ、ケータも前でプレッシャーをかけないとこっちが苦しくなっちゃいますね。さあラブサーティー、このリターンがわずかにネット、これ入ったら危なかったですね。フィフティーンサーティー、足元沈めてから次の動きまでは良かったんですが、お相手の処理のボールが思ったより速くて次のボールに間に合いませんでした。さあフィフティーンフォーティー、この見事なリターン、あのスピードで深く入られたらかなり厳しいですね。ゲームカウント3-2、先輩さっきから惜しいですね。ただ足元からストレートに流すハーフボレーはかなり難しいです。フィフティーンラブ、さあここもなんとか耐えました。こういう長いラリーをものにできるとこっちに流れが来るので生かしていきたいですね。フィフティーンオール、このリターンが返らず、お相手の前衛の方がよく動くのでいろいろコースを考えさせられます。サーティーフィフティーン、
うん、いいですね。お相手の動きをしっかりと見てストレートに流すことができました。サティオル、ワイドに追い出してからのこのセンター、反面でもコートを広く使ってきます。フォーティーサーティー。最後はこの速いサーブ、しっかりファーストサーブで締めてきました。ゲームカウント3-3。うん、ケダ振り遅れちゃってますね。あの球を何とかしないと主導権を握ることは難しいです。ラフィフティーン、今回このセンターのサーブがいいですね。フィフティーンオール。さあ2連続のフリーポイント、サーティーフィフティーン。先輩のこのポーチが決まらず、ケータがもっと足元に沈めれればよかったんですけど、お相手がうまくさばいてきました。サーティオール、これも深いですよね。今日はこの3球目のボールに大苦戦しました。さあブレイクポイント、サーティフォーティ。このフリーポイントは大きいですね。なんとか追いついてデュース。さあここもボディへ、2連続でのフリーポイント、アドバンテージケータペア。これはもったいないですね。このアプローチをしっかりと入れて2人で前にプレッシャーをかけた方が良かったです。再びデュース。さあ展開は良かったんですが、変なとこ当たりましたね。これ本人試合後までめっちゃ引きずってました。アドバンテージ相手ペア。さあこのアプローチがわずかにロング、ちょっとイージーなポイントが続いちゃいましたね。さあ再びブレイクを許しました。ゲームカウント3-4。このレベルだとチャンスボールが来ることはめったにないので、ちょっと力んじゃいましたかね。フィフティーンラブ、さあこれも足元落としに行ったがわずかにネット、ちょっと切り替えたいですね。2人で前に詰めているときはまずはこの形をしっかりと作りたいです。サーティーフィフティーン。このリターンちょっと浮いちゃったんですが、これはラッキーでしたね。さあ追いついてサーティオール。これは見事ですね。先輩のボール速くて鋭かったんですが、それを前に入って完全にシャットアウト。さあフォーティーサーティー、このリターン相手の前衛を弾くことができました。追いついてデュース。このダウンザライン、大事なところでやってくれますね。さあブレイクポイント、アドバンテージケータペア。これはアンラッキーなネットインですね。ただその対応もお相手早かったです。再びデュース。ここで今まで打ってこなかったワイドに切れるスライスサーブ、入れてくるところもさすがですね。アドバンテージお相手ペア。ここも軽度のリターン打っちゃいましたね。チャンスはあったんですが、ものにはできず。ゲームカウント3-5。
いやごめん。この全アタック対応できてますね。フィフティーンラブ。さあこれバレバレだったんですが逆に良かったかもしれないですね。サーティーラブ。これは見事なセンター、2人の間をきれいに抜けてきました。サーティーフィフティーン。このセカンド鋭かったですね。大きくチャンスが広がりました。フォーティーフィフティーン。最後はフリーポイント。久しぶりにゲームを取りました。ゲームカウント4-5。このセカンドが帰らず、ただセカンドになっても前に入ることはできないですね。このスピンサーブかなり跳ねましたね。ケイタの顔よりも跳ねてました。さあサーティーラブ。ナイスサーブですね。先輩でも収めることができない。さあお相手のトリプルマッチポイント。最後はこのフォアがネットを越えず、ゲームカウント4-6でお相手の勝利と。はい、お相手ペアありがとうございました。それではスタッツの方を見ていきましょう。まずはサマリーから。やっぱりケイタペアの方がアンフォーストエラーが多いですね。特に中盤のデュース、あそこでのもったいないエラーがこの試合分けたかなと思います。はい、続いてこちらがサマリー。ポイントはファーストサーブかなと思います。ケイタペア 84% とかなり高い確率で入ってはいるんですが、ファーストサーブが入った時のポイント取得率 59% と、ファーストサーブが入っても6割程度しかポイントが取れてないです。それに対してお相手は 76% と、ファースト自体は悪くなかったので、入った後の3球目のエラーであったり全員のプレッシャーのかけ方が足らなかったかなと思います。あとは全体的な流れですかね。 3-0 からの 3-5。この中でどこか1ゲームでも返せていれば、もしかしたらスコアは逆だったのかなとも思います。はい、ということで白子フェスティバル2021 in ウィンター、ケイタペアはベスト8敗退ということで、正直かなり悔しい結果になってしまったので、また来年の夏チャレンジできればいいなと思っております。またこれからも試合動画等を上げていきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。